の長、カリムでございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。オオズワイガニっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。オオズワイガニ。っていうことでね、最近ニュースになってまして、これはちょっと動画にしようと思いまして、本日こちらのオオズワイガニというカニを買ってきました。日本で流通するズワイガニって主に3種類なんですよ。1種類目がベニズワイガニ、2種類目がホンズワイガニで、3種類目がこちらのオオズワイガニですね。ベニズワイガニは取れるとこも結構深くて、見た目も味もズワイガニとはちょっと全然違うので、一回置いときます。ズワイガニって言われてるやつはこの2種類です。ホンズワイガニとオオズワイガニで、大体日本で取れるズワイガニっていうのはほとんどホンズワイガニです。ただ北海道のごく一部でこちらのオオズワイガニっていうカニが取れます。ほんで今回そのオオズワイガニがなんか大量発生してるみたいで、カレイの網とかあと毛ガニの網にもう大量にこいつが入っちゃって、網を切っちゃったりするらしいんですよ。で漁師さんがちょっと困ってしまっていると現状ですね。でオオズワイガニっていうのに全然大きくねえじゃんと思いますよね。これ大きくなれば普通のズワイガニより大きくはなるみたいです。ただ今北海道で爆沸きしてるのはもうこのぐらいのサイズ。ほんで現地に行くとこれ1杯100円とか200円で買えるみたいですね。僕はこれ400円ぐらいしましたけど、現地に行くとそのぐらいで買えるみたい。ホンズワイガニとオオズワイガニ、じゃあ味は違うのかっていう話なんですけど、ネットの意見を見ると、オオズワイガニもとても味はいいカニです。なんですけど、やっぱこのぐらいのサイズのやつは身がスカスカで味も少し薄いっていう評価らしいです。でね、見た目はホンズワイとオオズワイどう見分けるかといったら、甲羅の幅が少し長いっていうのと、で一番わかりやすいのはこの口らしいですね。口、この唇みたいなところ、ここが若干 M になってるのわかりますか。この M になってるやつはこれオオズワイガニなんですって。ホンズワイガニはここがピシッとまっすぐになってるみたいですね。ほんで意外と僕この小ささのカニ、最近なんかねスーパーとかデパートとかでよく見るなと思ったんですよ。でも大概ズワイガニとかセイコガニとかいう風に売られてるんですよ。セイコガニっていうのはホンズワイガニのメスのことなんですよ。まあ確かにホンズワイのメスはこのぐらいのサイズ感なんですけど、それがね同梱しちゃってるんですよね、スーパーとかで。なんで皆さんもスーパー行ってこのぐらいのカニ買うときは口のとこ見てください。まあでもこれが美味しかったら問題ないんですけどね。よし、なので今日こちらのオオズワイガニを使ってオオズワイガニの丼を作っていきたいと思います。これひたすら茹でて足の身を剥いて、ほんで丼に乗せてかき込んでいきたいなと思います。よし、じゃあやっていきます。まず茹でる前に洗っていきます。ほんでね、このオオズワイガニの別名というか、まあ、正式名がバルダイシュっていうんですけど、年末年始とかにカニの湯がいてある冷凍のやつを買うとバルダイって書いてあるやつたまに見かけると思います。少し安いんですけど、それはオオズワイガニです。僕そのバルダイって書かれてあるズワイガニは食べたことあるんですけど、全然普通のズワイガニと遜色ないぐらい美味しいですよ。でホンズワイガニはオピリオシュっていうんですって。でやっぱりオオズワイガニ、バルダイの方が足は太いです。でホンズワイの方が足は細いですね。なんで足の太くて色の濃いうまそうだなって思うやつはバルダイシュ、このオオズワイガニっていうことが多いと思います。ただこのサイズの国産もののオオズワイガニをこんな食べれる機会ってあんまないと思いますんで楽しみですね。はい、そしたら沸騰したお湯にお塩さーっと、そしたらこちらの綺麗に洗ったオオズワイガニを甲羅を下にして入れていきます。こんなんですぐ茹だっちゃうと思いますよ。まあ、10分ぐらいで茹だっちゃうと思いますんでね、どんどん茹でていきましょう。はい、では10分ぐらい経過しました。もういい頃でしょうね。オープン。うわー、カニのいい匂い、めちゃくちゃ濃くてうまそうなカニの匂いしますよ。これうまいんじゃない。ほら、真っ赤に茹で上がっております。これを氷の上に置きます。氷でキュッと冷やしていきます。そうすることによって身離れが良くなりますんでね。このカニとかね、あとシャコエビとかもそうですね。一回ね、茹でた後にすぐにキュッと氷水つけてあげると剥きやすくなりますよ。はい、そしたら冷えましたので剥いていきましょうか。さあ中身はどうだろうな。お、味噌もすごい入っとるぞ。あ、ありますね味噌も。いいな。はい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 。お、でもやっぱね、こう普通のホンズワイガニに比べてこう胴が長い気がする。こんな長くないもんな。で割ってみるとほらすごい味噌ぎっしりだよ。あれ、これはうまいのでは。でここですね、詰め切って、で足をここら辺から落としちゃって、ちょっと今日は楽な剥き方するんでこのぐらい切っちゃいます。そしたら筋を取っちゃって、
て、よいしょ。そしたら綿棒かなんかでクリ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 、こういう感じで簡単に出てきますんでね。いい棒肉ですね。でこうやってちゃんとね、絶対筋を取ること、筋を取らないとうまいこと出てきませんのでね。気持ちいいんだよなこれが。もう一回いきますよ。太い方から身を出しますんで、この出口が狭いと身が突っかかってうまく出てきませんので、このぐらいで落とす。このぐらいで落ちました。そしたら筋を外す、筋を外す、筋を外すと。次3連でいきますか。いけるかな。おお、来た来た来た。で、しぼっと。で、まあ、胴体は半分に割って、あー、でも、胴体も身が詰まってるぞ。ほら、これはこうやってほぐして、胴の身は、ほぐし身で食べることもできます。あー、味噌でも少ないのもいますね。この子はちょっと少なめですね。ちょっと味噌だけ食べてみますね。いただきます。めちゃくちゃうまいよ。本ズワイガニの味噌と遜色ないぐらいの濃厚さと旨味。そして香りがあります。とっても美味しい。全然生臭くないしね。身は後のお楽しみにしますね。とりあえず味噌はめちゃくちゃうまい。これ、カニ味噌好きの人たまらないと思います。今回僕が買った個体が良かったんかな。まあでもね、身入り自体は 100% って感じじゃないですね。60から70% ぐらいの身入りって感じ。ただこの大きさの割に味噌が多いんだよな。こんだけしか入ってなさそうに見えるんですけど、意外とかき出すと、ほら、こんだけ入ってますからね。結構あります。どん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 剥いていきたいと思います。はい、では、このように剥けました。あんだけのカニから、まず棒肉がこんな取れました。で、味噌が2つ、甲羅に1杯取れましたね。じゃあまず丼なんで、酢飯を作っていきましょうか。今日は赤酢でいきましょうか。赤酢を、このぐらい。そして米酢も少し入れます。で、お砂糖も入れます。はい、赤シャリの寿司酢の完成ですね。そしたらここにご飯を1合で、お酢をさーっとなじませます。お米一粒一粒に寿司酢をまとわす。はい、 OK。 そしたらお椀に入れて、よし、ベースはできました。そしたらここにこちらのカニの身ですね。もうめちゃくちゃいっぱいあるんでね、たっぷりのせます。お店では絶対出てこないぞっていうぐらいの量を乗っけます。うわ、もうこれで何杯分なんだろう。こんな感じですね。そしたら中央に大葉を置きまして、カニ味噌もよいしょ乗っけます。そしたらカニだけだとちょっと寂しいので、イクラ、そしてウニですね。よいしょ。ちょっとここ開けて、これ初調校の動画のコチですね。これ寝かしたコチ、これもありますんで、少しこう切ってコチも入れましょうか。白身もあると美味しいんでね。でコチをここら辺に乗っけます。はい、これで贅沢大ズワイガニたっぷりの海鮮丼の完成。せっかくなんでもう一品ぐらい作りますか。卵ちゃんと僕が今開発中のお出汁ですね。もうちょっとお待ちください。多分7月中には僕の金子道具店で販売できると思いますんで、これ出汁取っときましたんで、卵とお出汁とカニでだし巻き卵を作ろうと思ったんですけど、卵巻くフライパンがちょっとどっか行ってるんで、このなんか面白いスライム型のフライパン、これで作っていきたいと思います。まあだし巻きじゃないですけどね、だしかにかまな、まあいいや。まずは卵を割ります。でおだしを1杯で混ぜ混ぜ、でほんの少しだけ醤油入れます。はい、OK。そしたらフライパンに油を垂らしてぬりぬり。このスライムのフライパン見るとドラクエやりたいなっていう気分になりますね。僕はね、ドラクエ3が一番好きですね。皆さんはドラクエ何が一番好きですか？そしたらまず半分ぐらい入れます。でちょっと混ぜ混ぜと。はい、で半熟ぐらいで、そしたらここにカニですね。カニの棒肉を敷き詰めていきます。はい、そしたらその上からまた卵を流し込みます。ざーっとね。うまくいくかなこれ。ちょっとやべえな。もう全然勘で作ってるんでね、うまくいくかは謎ですけど、ちょっと上が固まってほしいな。でもなんとなく僕のやりたいこと分かりますよね。
舌が焦げないか心配だな。それだけは心配で、これをここに移せれたら最高だな。はい、あー微妙なもん最悪、もうめっちゃ失敗だわこれ。もうどうしよう。本当にね、僕ね、卵料理だけはもう土下座なんですよね。何回やってもね、上達しんのよね。うわー、もう何のこっちゃわからんなったな。よし、出来上がり。ほっ、ほいほい、おお、はい、こんな感じ。どっからの見てもスライムですね。でも料理って不思議なもんで、もう盛り付け次第でそれっぽくなるんですよ。まず緑を入れる、木の芽ですね。もうこれでおって感じになりますよね。ほんでなんとなく端かみ添える。はい、これでまた綺麗になった。はい、完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちらカニカマのだし巻きと大ズワイガニたっぷりの海鮮丼ですね。まずは海鮮丼の前にこちらのスライム型のだし巻き卵みたいなやついきますか。これね、見た目はあれですけどカニたっぷり入ってますから、いただきます。うん、まー、味は抜群ですね。最高の卵と最高のだし使ってますんで、そりゃうまいですわ。火の入り方もちょうどいいな。じゃあ丼いきます。まずお醤油をかけて、これめっちゃ僕好みですけどね、カニ、イクラ、ウニ、そしてちょこっと白身が入ってる。そして安定の机に醤油をこぼすと。どこからいこうかな。じゃあまずカニからいきますか。ちょっとこっちはどいといてもらって、カニのとこたっぷりでいただきます。めちゃくちゃうまいよ。ちょっとカニだけでいっていいですか。おいしい。まあそれは本ズワイガニの大きいやつ、あれほどのインパクトのあるうまみはないですけど、これ全然カニとしてはうまいですよ。繊維もしっかりしてて味も濃い。ネットの評価見るともっと薄味だと思ったんですよ。全然そんなことない、めちゃくちゃおいしいですよ。うん、こちら味噌ね、味噌つけて、でカニと一緒に、めっちゃうまい。大ズワイガニ味噌がうまい。すっげー濃厚ですよ。これ1杯100円とか200円はありえないですね。うまっ。うん、こっち、うん、ちょっとこれ追い味噌します。これ味噌が本当に格別。正直味噌までは期待してなかったんですよね。本ズワイでも味噌が全然ダメなやつってあるんですよ。なんか黒くくすんでて生臭い変なやつがあるんですけど、こいつ外れ一個もなかったな。ほんま？はい、ということで今日はこちらの大ズワイガニたっぷりの海鮮丼ときましたら、お飲み物こちらやっていきたいと思います。せーの、でん、リンゴのやつ。今日はノンアルコールでいかせていただきます。体をいたわる日、それが休肝日。週に2日は設けましょう。はい、こちら永田屋さんですね。いただきます。これはたまりませんな。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は今話題の大量発生しているカニ、大ズワイガニを食べてみましたけども、普通に美味しかったですよ。あのカニがね、1杯200円とかで買えるんだったら全然ありですね。で、身自体にも旨味がすごいあったんで、出汁もかなり出ると思います。なんで僕的には足と味噌は美味しくいただいて、胴の身は出汁で使う、そういう使い方すると最高じゃないかなと思いました。まあ、やっぱりね、あのセコガニって売られてるんで、そこ注意ですね。セコガニっていうのはズワイガニのメスのことなんでね、またズワイガニのメスとは違いますんで、あれは皆さんも買うときはね、ちょっと口のところとか見てもらうといいかなと思います。というわけで今日も視聴ありがとうございました。バイバイ。